白雲の章、精神の説、涙の訳。透き通った冬の空に精神が瞬く。星界の星はその姿を隠し、女神は遠く天上から地上の平穏を祈るという。ガルグマク大修道院では落成を記念する周年祭が今年も行われ、5年後の千年祭に向け人々の祈りは大きくなっていく。今節は舞踏会が予定されています。生徒たちも楽しみにしていることでしょう。しかし浮ついてばかりいられては困る。課題にはいつも通り取り組んでもらう。その課題だが、使われていない礼拝堂に何者かが侵入した痕跡がある。かつて大修道院を改修した際に仮の聖堂として使われていた建物です。そこで君の学級の今節の課題は礼拝堂の警戒及び侵入者の調査とする。聖教会を取り巻く情勢が不穏な昨今、些細な異常も見逃すわけにはいかないのだ。万一の場合に生徒の安全を確保できるよう騎士団の実力者にも支援を命じてあります。騎士団の実力者、ジェラルト・アイスナー、ただいま参上しました。せっかくの機会、たまにはゆっくりと親子で語らってはどうですか、ジェラルト。お気遣いいただきどうも。ただしジェラルトさんには別の任務もある。それが片付いてから君の支援に回ってもらう予定だ。そういうわけでしばらく修道院から離れるが、戻ってきたらお前の仕事ぶりじっくり見させてもらうからな。皆さんこんにちは、かなです。今日もファイアーエンブレム風化雪月遊んでいきたいと思います。ちょっと前の説が内容が重くて、ディミトリどうしちゃったのとか、ディミトリがねこの学校に入学したのは復讐を果たすため、もうこれも気になるし、そして今節は舞踏会があるということでそれも楽しみだし、ただねその礼拝堂への侵入者いいのか、生徒に調査をさせてジェラルトがいるって言ったって後半戦なんだろう。ね、どんな感じなんでしょう。生徒はね何を思っているのかちょっと確認をしていきたいと思います。修道院内散策ですね。今日は散策日和です。ソティス、さあソティスとお話ししましょう。可愛いよなソティスってな。トマッシュ、いやソロンじゃったか。あーそうだそうだそうだ。そんなこと言ってたね。しかも女神ソティスのご加護がとか言われちゃってるからね。何かが起こっておることは確かじゃ。そしてそれにお主が巻き込まれておることも。うん、いやむしろ全てはわしのせいで、お主はその影響を受けておるだけなのか。気にするな。この大地を見守る女神ソティス、それと同じ名を持つわし、頭がこんがらがって一周してひっくり返りそうじゃな。そしたら戻るんじゃないか。大丈夫だ、360度は0度と一緒だ。掲示板確認です。何これ、白鷹杯に参加しよう。舞踏の技と美しさを競う。いいね、競おう。キルベルト、木彫りに触れたい。まあ、それはまあ、後で触れとき？じゃ、ね、別に誰も止めてないですから、触れといたらいいと思います。じゃあ、散策行ってくるよ。まず、ベルナレットとメルセデス、お話聞いていきましょう。見つけたというよりは、もうここにしかいないだろ、君は。はい、こんにちは。後悔。それは、悲しき現実を突きつけられる日。君は外に出てないからな。貴族の皆
さんはいいですよ、そりゃもう舞踏会とか済ませてるでしょうからね。え、なに、え、そんな感じ、え、あなたまだ舞踏会とかお済ませじゃなくってプフフとか言われちゃう感じなのかしら。私だって貴族なのに、そんなの一度も出たことがありません。そりゃあなた家にいるからでしょ。イングリッドったら、あれどうしたの、何喧嘩した、なんかお化粧教えてあげるみたいなこと言ってなかったっけ。うん、イングリッドったらどこへ逃げちゃったのかしら。そっか、舞踏会なのにお化粧もしないって言うからいろいろ教えてあげてたんだけど。まあしょうがないよ、イングリッドはそういうのあんまり得意じゃなさそうだからね。いやでもみんなやっぱり舞踏会楽しみにしてそうですね。じゃあ次のところ行きましょう。あ、食堂にドロテアがいるね。じゃあドロテアに会いに行こうかな。村は元に戻るんでしょうか。あー気になってるよね。そうだよね、ドロテアちゃんはでもあれ参加してたんだっけか。ルミール村は元に戻るんでしょうか。本当にひどいありさまだったから。あ、気にしてるのか、いい子じゃない。多くの人が亡くなって家も燃えちゃって放棄されてもおかしくないですよね。実は村の後片付けに私たちの学級も借り出されたんです。あ、それで、あ、そういうことか、だから見たのか。でもまあどうだろうね、後片付けになっちゃってる時点でもう難しいんじゃないかな。そうだよね、心にはトラウマを抱えちゃった生徒もいるよね。では、食堂の吹き出し解決していこうかな。あら女の子かわいい、泣いてない。ルミール村のうちなくなっちゃった、父さんも母さんも。マジかよ。あ、そっか、じゃあ教会が預かってるのか。どうしてもっと早く助けに来てくれなかったの。ごめんね。そうだよな、かわいそうにな。おい、せっかくの機会だ。何？せっかくの機会だ。ルミール村の剣だとかトマシュ殿の捜索は俺たちに任せて、あんたは生徒たちと一緒に舞踏会を楽しむこったな。なんかみんな優しくない？ほら、教師のあんたがさっき立ってたら生徒も不安がっちまうだろ。確かにな、そうだな、私がもっとどっしり構えなきゃな。では次のエリアに行こう。ここは玄関ホール行っちゃおうか。そうだな、礼拝堂ね。あ、調査の件かな。やっほー、古い礼拝堂のあった区画か。一応立ち入り禁止にはなってたけど、崩落の危険があるってだけで見張りもいないし珍しいもんはないよ。あ、そうなんだ、意外か。まあガルグマクはなんやかんや出入りの制限されてる場所が多いからね。そこにたまたま入っちゃったみたいな感じだったら平和に終わるんだけどな。でも戦闘になるんだろうな。地下の性病もそうだし、あとは北の森なんかもそうだな。北の森？あそこは封じられた森なんて呼ばれてるが、どう見たってただの森だよ。あなたの雷帝があればね。そっか、いやなんかありそうな気がするんだけどな、なんてね。レオニー、無事片付いてよかったな。もしかしてレオニーの学級もあれかな、借り出されたのかな。ルミール村の件は片がついてよかったな。だが全部解決ってわけじゃないんだろ。問題しか残んなかったよ。しかしトマシュのじいさんが敵とはね、誰を信じりゃよいのやらって話だよ。でもなんかレオニーはさ、お父ちゃんのことを慕ってるから悪い子じゃないような気がする。すみません。はい、知っていますか先生、この人ねたまになんかキーっぽいこと言ってくるからね。はいはい、先生お疲れ様です。本日も異常なしであります。なんとなく君と話すのが日課になっちゃったよ。お疲れ様です、異常なしであります。そうだ、知っていますか、
女神の塔にまつわる伝説を。ちょっと私伝説とかそういう類は信用しないタイプでね。舞踏会も行われる精神の節の最後の夜に男女二人で女神の塔に行って願い事をすると必ず叶うそうなんです。自分には行く相手がいませんが自分にはいるだろうか。でもさ、男女で行って願い事をするとその願いが叶うってだけで、別にその男女はさ恋人である必要性はないでしょ。お父ちゃんと行って自分の願い事をすればいいんじゃない。どうしよう、ねえどうしよう、どうしよう、誰と行く。メイチェだろ。いやでもここはね、私は青の楽器を選んだんだ。ディミトリで。はい、なんだよ、この時間を返せ、この時間を。はい、以上でした。じゃ次のエリア行きましょう。次はそうだな、あ、温室にバヌエラ先生、釣り場にリンハルとアロイスだね。じゃあここ行っちゃおうかな。マヌエラ、またこの季節、あ、そっかそうだよね、まあほらマヌエラも元気出せ。またこの節がやってきてしまった。生徒たちが恋に浮かれる時期が、舞踏会があるでしょ、それに女神の塔の伝説も。はあ、嫌になっちゃうわね。私だって恋したい私だって。よし次行こう。あれ、リンハルトがこんなところにアクティブだね。どうしたの先生。僕は結構どんな実験でも平気な方だと思ってたんですけど、うん、ソロンがやったという実験の話を聞いてから認識を改めましたよ。あー、まあそうね。いや、血が苦手なもんでちょっと気分が悪くて。片付けに駆り出されちゃったって言ってたもんな、君たちのクラスもね。そりゃそうだよな、見ていい気分になるものではないよ。いや本当に私ね、この青の楽器を選んで思うんですけど、この物語青の楽器絡みすぎじゃないですか。やっぱり青の楽器っていうのは王国、青の楽器っていうのは言ったら王国なんですよね。その王国とやっぱ帝国のいざこざ一悶着で片付けられないと思うんだけど、そういうものが描かれてる気がして、やっぱり帝国からこう分離した方の、なんていうのね、帝国の支配からこう解放されたぞみたいな、言うたら解放軍なわけですよね。なんかね、どっちが悪なのかどっちが正しいのかみたいな、そういうことじゃないような気がしてきて、もうすごい先に進むのが怖いよね。アロイス、思い出すな。舞踏会、我が妻との出会いを思い出すな。君は幸せそうだよね。君もここの生徒だったのかい。そう、あれはどこかの村でのこと。あ、違った。収穫祭の踊りに参加してな。あとすごい犬がうるさいね。今日はアロイスなんだね。前回はアッシュ君でしたが。そこで出会ったのだ、軽やかに踊る愛らしい妖精に。うん、ちょっと犬が。妖精？それで結婚したと？どっちも茶化してるようにしか聞こえないんだけど、おじさんが妖精って言ってることを突っ込めばいいのか、おじさんがなんかそれに一目惚れしたのっていうのを突っ込めばいいのか、まあ、妖精突っ込んでみます。ん？分からんか？それが妻だったのだ。分かるよ。あ、分かる分かるし、テンションを上げるな。そこで我々はすぐに恋に落ち結ばれた。今では輝かんばかりの娘も一人。あ、幸せそうで何より。そんなわけで踊りと聞くと胸も躍るのだ。お幸せに。次行きましょう。君だったのか。はい、では次行きたいと思います。はい、そうね、どうしたものかな。
シャミアとフェリックスがいる訓練場行きましょう。よ、声かけてくれた。なんだ、訓練ならもう終わっただろう。舞踏会、騎士団の連中は参加しない。あれは生徒らのための催しだからな。だが興味を抱いているやつもいる。ん？シャミアは興味があるんじゃないの？一緒に踊ろうよ。シャミア可愛いから、お化粧とかしたらさ絶対可愛くなるよ。今も可愛いし、ドレスとか着たら絶対かっこいいよ。一緒に踊ろう。フェリックス、絶対筋肉も、なんだよ筋肉はんて。ルミール村の件かな。やはりこの浮ついた雰囲気は気に食わんな。君はストイックだね。チョコ版の裏切り、死神騎士の再来、本当に舞踏会など催している余裕があるのか。あの、本当にそう思う。あと侵入者もいるらしいんだよ。私たちは気を引き締めてちゃんと任務に当たろうね。やれやれ、なんと言っていいのやら。何が？ルミール村の件は本当に何と言ってよいのやら。ああ、そうね、村はすっかり焼けてしまってな、帰る家を失った者も少なくはなかった。さっき女の子に会ったよ。大司教様はそういった者たちを保護してガルグマクに迎え入れたのだ。彼らが一日も早く元の穏やかな暮らしを取り戻せるよう。でもさ、お父さんお母さん失っちゃった女の子とかどうしたらいいんだよ。我々教団も一丸となってことに当たらねばならんな。とりあえず私にできることはトマシを探し出してお尻を叩くことだけだな。私は欠席で舞踏会出たくないの。舞踏会ですか？あの、私は欠席で。え、なんで、可愛いじゃない。マリアンヌ、もっと自信を持って。それだけ？可愛いのにな。ちゃんとさ、綺麗なドレス着てさ、白いドレスとか似合いそうだよ。お化粧バッチリ決めてさ、絶対持ってるのに。マリアンヌ優しい子だし、もうすぐ舞踏会ですわね。うわー、絶対フレンちゃん喜んでそう。参加できるんだよフレンちゃん。先生、もうすぐ舞踏会ですわね。なんだか胸が高鳴りますわ。フレンちゃんはピンクのドレスがいいんじゃない？私、人前で踊ったことなどただの一度もございませんのよ。でもそうだよね、隠れて生きてきたんだから。だからとっても楽しみにしておりますの。もうめちゃめちゃ楽しみにしてる。かわいい。そうだね、ピンクのフリフリのドレス着ようね。かわいいな。はい、かわいいな。お茶会誘ったら来てくれるかな。結構ね、予定があるようだみたいな感じで意外と来てくれないんですよね、みんな。アッシュ、縁のない世界だな。いや、アッシュだってきっちり決めたらかっこいいよ。ほら、前節のような事件があったからこそ今節は明るく楽しく過ごしたいですね。でも多分この心もさ、絶対アッシュの性格的にルミール村のこと引きずらないわけないんだよ。だけど多分そういうの見せようと、見せたくないみたいな感じで明るく過ごそうねみたいな感じで言ってくれてるんだろうな、この子は。それにしても舞踏会、舞踏会か。僕には縁のない世界の話だな。君は今日も犬の被害に遭っているな。でもさ、アッシュって言うたら貴族、貴族なのか、領主様のね、養子なわけで、平民から出たかもしれないけどさ、舞踏会縁があるよ。かっこよくね、シャキッとして臨もうね。楽しみだな。今から995年前に生まれたの？ここガルグマク大修道院は精神の説に落成したと伝えられている。ああ、なるほど、そういうことか。そう、今から995年前のことだ。5年後が千年祭って言ってたから、それでちょっと浮き足立ってる感はあるのかな。それを祝う舞踏会が毎年行われているが、中でも100年ごとの祝祭はガルグマクを挙げての大規模な祭典が行われるそうだ。
でも警備厳しくしないとなんか危なそうだよ。ここすごい侵入者簡単に入ってくるし。次は5年後の千年祭であるな。君もそのくらいまでは供しているのかね。どうだろうね。先のことはわからねえ。ではでは。やっほ。トマシュさんが教団を裏切るなんて僕信じられません。だって私の目の前で変身解いてなんか言うてたで。いろいろ教団の人の中にもパルミラ人の僕を嫌う人はたまにいたけど、トマシュさんは逆にとても優しかった。でもレア様の敵なら殺さなきゃ。君はもう君はね、個人的にすごく厄介だなとは思ってるんだけど、じゃあもしレア様が悪者だったらどうする？私はそう睨んでいるんだ。悪者ではないかもしれんが、何かを握っていることは確実だよね。セテス？ふに落ちんな。何が？トマシのことを調べていたのだがな。どうにもふに落ちん。え、何が？彼のこれまでの自責から、あのようなことをする者には到底思えんのだ。なるほど。それに見た目が変わったという報告も確認している。そうそうそう、あのね、だからトマシュはまるで人ではないような。そうそうそう。一体何が起こっているというのだ。あのトマシュにトマシュの殻をかぶった何者かだと思うんですよ。例えばファイアーエンブレムイフだと結局その王様は死んでしまっていて、その王様の皮をかぶった竜がこう操ってた、裏で操ってたみたいな感じだったじゃないですか。まあ、竜っていう言い方が正しいのかわからないですけど、黒幕がその王様の皮をかぶって悪いことをしていた。だからね、私はそんな感じがするんですよね。トマシュってずっとここに仕えてきた人だし、利用されてしまったのではないかな。ちょっとした心の弱みか何かにつけ込まれたんじゃないかななんて思うんだけどね。では最後レア様行きましょう。でもね、何も証拠がないのにレア様を疑い続けるのもおかしいな話だから。いや、なんかちょっとね、引っかかる言葉遣いとか、ちょっとその言葉の節々に何か感じるんですけど、でもまあまだね、レア様は教団の偉い人だし、上司でもあるし、でね、本当に心を痛めてるかもしれないし、あまり疑うのはやめようか。今節は楽しんでくださいね。そんな気分にもなれないけど、まあ精一杯楽しみたいと思います。そういえば舞踏会より前に舞踊対抗戦の白鷺杯があるのでしたね。なんて呼んだっけ私。各学級の生徒から一人ずつ代表を選び、舞踊の技と美しさを競うのです。ドロテアちゃんとかめちゃめちゃ強敵そう。優勝した生徒には踊り子の編集の秘伝書が与えられます。踊り子欲しい。とても貴重なものですから、あなたの学級も挑戦してみてください。誰にする。やっぱフレンちゃんかな。願いを聞いてくれますか。白鷺杯は第3週の初めに行われるらしい。2週目までに代表生徒1人選ぼう。あ、鼓舞するのか。どうしよう、踊ったこと一度もないって言ってたけどな。誰がおすすめですか皆さん。うわー、これ動画にするの。代表選ぶ必要があります。じゃあちょっと代表選び行きましょうか。はい、誰にしようかなって考えたんですが、フレンちゃんにしようかなと思います。で、理由としてはおそらく踊り子って前作いなかったっけ、前々作でしたっけ、ファイアーエンブレムイフでいうアクアのポジションだと思うんです。こうみんなを元気づけるみたいなサポート系の役であり、多分最高度もね、今歌い手さん歌い手さんじゃない、なんだ、歌姫
歌姫っていう職種がないので、もしかしたらその踊り子が歌姫なんじゃないかと思うわけですよ。なのでフレンちゃんにした理由は、アクアとすごくねステータスが似ているっていうことなんですけど、まあ魔法はねアクアこんなに高くなかったけど、私が育てたアクアは高くなかったんですけど、まず槍使いであること、そして火力が低いこと、ただ魔力が少し高くて、で守備も低いですし、まあフレンちゃんはサポート役に回ってもらう方が彼女の能力を発揮できるのではないかということで踊り子に任命したいと思います。先生、もうすぐ舞踏会ですわね。なんだか胸が高鳴りますわ。私、人前で踊ったことなどただの一度もございませんのよ。だからとっても楽しみにしておりますな。人前で踊ったことがないのはちょっとまずいので。そうですわ先生。あ、白鷺杯のことは聞いてらして、もしまだ代表が決まっていないのなら、ああ私やらせていただけないかしら。踊ったことないって言ってるのに。あ、でも踊りの練習はしてたかもしれないね。憧れて、フレンを舞踏対抗戦白鷺杯の学級の代表に選ぼうか。でもね、フレンちゃんほどのね魅力を持った人はなかなかいないと思うんだ。選ぼう。先生、感激ですわ。私立派に舞ってみせますわね。かわいいな。白鷺杯の代表決まりました。マヌエラに話しかけると教えてくれます。あ、ダンス指導できるって。ほう、分かった。とりあえずマヌエラに会いに行くのがいいのかな。マヌエラに会いに行こう。白鷺杯の代表を決めたのね。なら私がいいことを教えてあげる。例年の対抗戦の優勝者はだいたいこのくらいの魅力だったわ。やっぱり魅力値関係してくるんだ。多分四季とか自分のステータス能力に 何かしらに関わってくると思ってたけど、13、え、もう優勝だ。参考になったかしら。フレン優勝だぞ。フレン、君は優勝だ。でも一応練習しとく。踊ってくれるかもしれない。さてさてフレンタン、私の目の前で可憐に舞ってくれたまえ。やっほー。先生、何かご用かしら。もしかして舞踊の指導をしてくださるの。もう踊ってる。ちょっと、はい。かわいい。あ、もうかわいい。もう誰よりもかわいい。一番だな。魅力が5上がりました。もう魅力の女。ありがとうございました。私うまく踊れているかしら。バツのチリドゥドゥとデミトリが話してる。許せることではない。今節は何事もなければいいが、心痛めてるんだよね君は。ルミール村を焼いた者たちはまだ捕まっていないそうだな。みたいだよ。無垢の民の命を踏みにじる畜生ども、むごたらしく死ぬべきは奴らの方だ。まあこうどんどんと感情を出してくれるのはありがたいけれども、ディミトリの心は相当復讐心に燃えたぎっているというか感じがしますね。まあまあまあ、舞踏会が催されるとはいえ課題は与えられるのだな。うん、そうみたい。今節は何事もなければいいが。そうね。はい、こっち側でもフェルディナントとペトラだね。ふむ、舞踏会か。舞踏会か。デートでの初めての舞踏会を思い出すな。やっぱり貴族だから、もう舞踏会お済みでいらっしゃるかな。最小である我が父の催す舞踏会、
そこで私は見事な踊りを見せたのだ。君は本当に自己評価が高くて素晴らしいと思う。ぶよう、舞踏興味持っています。君も初めてかな。フォドラの舞踊、ブリギット異なります。理由、音楽違うでしょうか。ブリギットの音楽とは違うからってことかな。ブリギットそれぞれ踊ります。勢い激しく、技不要です。なるほど、心のままにって感じか。へえ、それもそれで素敵だと思うけど、まあね、新しい舞踊も見てみて、楽しいと思うよ。シルバー、ヤッホー、お疲れさんです。あ、今日真面目モード。ルミール村のこと、お疲れさんです先生。まさかトマシさんが敵だったとはな。やめだやめだ、暗い顔してたってどうにかなるわけでもないですしね。君はそういうとこ素敵だと思うよ、切り替えが早いし。それに舞踏会だよ、女の子口説かなくていいのか。どうしたの、悩んでる、馬の顔見て悩んでる。実は舞踏会の日、隣の学級の女の子を女神の塔に誘おうと思ってるんです。ちょっと笑いながら喋るなよ。え、何、その女の子に君は顔が馬に似てるから嫌だって言われちゃった。けど彼女は僕なんかよりもずっと由緒正しい家の出身なんですよね。ああ、そういうこと。やっぱり家柄って気にするんだよね、みんなね。はあ、僕みたいな騎士の息子なんて相手にしてもらえるかどうか。え、なんで、いいじゃん、強くなるんだ。基本的に女は強い男が好きね。イングリッド、何お化粧しないって言って逃げてきたんでしょう。実を言うと、メルセデスの部屋につい先ほどまで閉じ込められていたのです。でしょうね。舞踏会だからと様々な化粧を施され、なんだかとても疲れましたいや、君は本当に、なんだろう、ストイックで真面目な子なんだね。たまには羽目を外して踊ってみるのはどうだい、お嬢さん。パスパル、むしゃくしゃしてる。くそ、なんだかむしゃくしゃするぜ。何、どうした、何があった、言ってみなさい。死神騎士といい、トマシといい、捕まえられてねえんだろ。うん、そうなの。悪がのさばる世の中にしちゃいけねえ、俺が必ずやってやる。あ、強い、いいやつだな。次、ギルベルト。あ、ギルベルトもクエスト持ってるね。身内を疑うようで気が進みませんが、教団の者の調査を進めています。うん、それがいいと思うよ。しかし、トマシュ殿のような古参の者まで敵に回るようでは。なんかね、ちょっと教団大丈夫って思っちゃうよね。誰をどこまで調べればよいのやら、悩ましいところです。任せてよ。生徒たちも騎士団も、まあ、騎士団もそうね。でも騎士団はジェラルトのおいちゃんがいるから大丈夫。じゃあ生徒たちも、ええ、今年に入って返事が連続している。うん、あまり考えたくはありませんが、やはり。ねえ、もしかしてだけど、ディミトリー復讐のために。生徒たちの中に何らかの企みを持つ者がいる可能性も考慮すべきでしょうね。ディミトリ、あれ、あ、これは言えないよ。頼みがあるのです。あ、木彫りしてるんだ。へえ、木彫りの技に関する本を探し、ギルベルトに渡そう。じゃあ、まあ、これもちょっとやりつつだ。まあ、道中あるだろ。お、ラファエル、楽しみなの？美味しい食べ物が出るから。もうすぐ舞踏会があるんだよな。おで、すっごく楽しみなんだ。踊りを見ながらごちそうを食うんだろ。うめえ肉も出るって噂だぞ。
君はいつでも変わらなくていいね。アレット。トマシさんが敵だったなんて、親切な人だったのに信じられません。アネットはよく職場のトマシュさんと仲良かったですからね。職場のトマシュさんとはね。ダメダメアネット、今節は明るく頑張るって決めたじゃない。もう心が痛いよ先生は。生徒たちみんな無理して明るくしようとしてさ、もうレア様どうしたらいいんですか。私がしっかりとして少しでも生徒たちの暗い気持ちをね。侵入者だってみたいだよ。古い礼拝堂に侵入者、町の連中が宴でも開いてたんじゃないのか。とはいえトマスさんの件もあるし、教団が神経質になるのも無理はないか。うん、やれやれ、息をつく暇もありませんな。前節もいろいろとありましたな。まったく息をつく暇もないとはこのことです。君たちの学級も大変だったのかい。トマシュ殿らの目的は一体何なのでしょうな。うん、それにフレン殿の正体も。先生は気になりませんか、本当に。ならないよ、フレンは私の生徒だ。変なこと言うとお尻ペンするぞ。勇気が出なくて。これはもしや恋の予感。女神の塔での王世にお誘いしたい殿方がいるのです。そうなんだ。ですが彼は私のような世間知らずの貴族の娘など好きではないでしょうし。はっ、もしかして大丈夫、大丈夫だよ。そう考えるとどうしても勇気が出なくって。そんなことない、そんなことない、行くんだ。君頑張れ。先生は応援している。何がとは言わないぞ、でも応援している。お、エーデルガルトちゃん、みんな浮かれているわね。そうだね、みんな随分と浮かれているわ。こういう空気は少し苦手なの。何事もないのが一番だけれど、何かを企んでいる敵がきっといる。気をつけて。まあでも重苦しい雰囲気がずっと続くよりはいいのかもしれないわね。うん、ちょっと気分転換にもなるだろうしね。やっぱり音楽とか踊りとかって人を元気にするから。エーデルガルトもな、一国を担う女の子なわけだから責任感とかね、そういうの感じちゃうのもわかるけれど、でもやっぱりトマシュがね、黒幕じゃないけど悪者だったっていうのは相当生徒たち傷ついてますね。昔女神の塔で、昔士官学校のとある女生徒が女神の塔で一人の男性と出会ったそうです。はい、彼らは一目で恋に落ち結ばれた。それだけならありがちな話なんですけどね。はい、すごいのがその男性っていうのが実はアドラステア皇帝だったってところですよ。はあ、私も素敵な殿方に見初められたい。物語のような出会いがしてみたい。もうすごいやん、浮き足立ってもいられないわねみたいな感じのエーデルガルトの目の前で浮き足立ってるやん。まあわかる、気持ちわかるよ。うん、いつまでたっても白馬の王子様を求める、それが女って問題。ローレンツリしてや、いいねいいね、ローレンツからそうでしょう。待ちに待った舞踏会、ようやく僕の華麗な舞を披露できるな。ローレンツの何がダメなんだろうな。別にダメじゃないよな、ローレンツ別に悪いやつじゃないと思うんだよ。なんだろうね、なんだろう、みんな何だと思う？ローレンツ悪いやつじゃないよ多分。だけど何だと思う？このアングルかな。
幼少の頃からみっちり叩き込まれたからね。今では自然と手足が動くほどだよ。おそらくこのカットだろうね、問題はね。うん、うん、頑張れイグナーツくん、はい、平和に過ごしたいですね。なんだか怖い事件が多かったので、今節くらいは平和に過ごせるといいですね。うん、舞踏会もありますし、僕はそういうの苦手ですけどね。端っこでご飯食べるだけでも元気出るよきっと。いしてよ。いしてよ。魂さんがコーデリア家の推挙でこちらに出資したというのは確かです。うん、でも私が知ってるのはそれだけで、入学前には面識もありませんでした。コーデリア家に戻っていたという期間も屋敷で彼を見かけたことはありません。え、少し引っかかることはあるんですが、今お話しできることは何も。すみません。そうだ、リシティアちゃんはコーデリア家の子だよね。でもトマシュがいなかった。ヒルダヒルダはこういうの好きそうだよね。舞踏会、もうすぐ舞踏会、すっごく楽しみにしてたんですよ。好きそうだもんな、ヒルダは。学校の中だからあんまり着飾ったりできないのが残念なんですけどね。いや絶対キラキラしてるだろうな、ドレス似合うよね。可愛いだろうな、見たいな。全員のドレス姿見れるのかな。いやぜひ見たいところだけど。はい、お集まりの紳士淑女の皆様、大変長らくお待たせしました。お、始まったかな。それより来たる舞踏会に先立ちまして、はい、舞踊の学級対抗戦白鷺杯を開催いたしますぞ。アロイス、君の大声初めて役に立ったんじゃないか。判定人はこの私、不詳アロイス・ランゲルトとミッテル・フランク歌劇団の元歌姫マヌエラ・カザグランダ。よろしく。当然だけれど、私は自分の楽器を贔屓したりしないからね。そして漆黒の闇に舞う華麗なる刺客シャミア・ネーブラント。興味なかったと言いつつ。おそらく以上3名により厳正公平に判定いたします。おそらく無理やり連れてこられたんだろうな。それでは各学級の代表者は壇上へどうぞ。頑張れ。さあお三方、嘘、各団の方々も準備はよろしいですかな。嘘、クロード。ドロテアちゃんは予想通りだった。誰が来るのかなって思ってたけど、あの子じゃないんだね。ツインテのなんだっけ、あのね、あの子だと思ってた。ダンスパーティー楽しみにしてたし。それではクロードなんだ。お願いします。緊張するね。頑張ろうねフレンちゃん。あ、一人で踊るんだ。大丈夫。あ、一番可愛い。大丈夫大丈夫。終了。あ、フレンちゃんだったな。フレンちゃんが一番可愛かったな。お三方とも素晴らしい踊りでした。それでは早速判定に入りましょう。魅力爆上げしてるからね。大丈夫大丈夫。私はルーベンクラッセかしら。うんうん、とっても感動的でドキドキしたわ。私はアドラークラッセだ。そうなの。フレちゃん誰よりも個性的だった。なるほどね。なるほど。さらに私アロイスの判定も加味しまして、はい、決まりました。ちょっとさ、クロードにも触れてやれよ。それでは発表しますぞ。あ、でもアロイスが今
今年クロードに入れたの白鷺杯の優勝学級はルーメンクラッセに。はい、ありがとうございます。アロイスさんのひいき目もありまして、あー、めっちゃ可愛いな。私お稽古のたまものですわね。はい、優勝しても謙虚な姿勢。それでは最後に参加してくれた生徒たちに今一度盛大な拍手を。はい、フレインが白鷺杯で優勝しまして踊り子になりましたと。剣の舞スキル剣回避プラス20。ディミトリの誕生日でお茶会開こう。ディミトリは何が好きなんだろう。どうしようかな、ほんのり甘い優しい口当たりがいいかな。すまない、待たせたな先生。はあ、イケメン、なんてイケメンなんでしょう。やっぱり一番ディミトリがね、キャラクターの中で一番イケメンだよ。うん、ありがとう。お茶でも飲みましょう。君の興味のある話って全然わかんないんだけどな。ああ、これ緊張するんだよな。タイムリミットあるの本当に難しい。猫の話似合いそうな編集、騎士団の噂。え、ああ、やっぱりそうかそうか、そうだよね。うわあ、すっごい緊張するんだけど。うわー、めっちゃ緊張するよねこれね。自分の秘密を教える図書館の蔵書について。なるほど。あ、乗ってきてくれた、優しい。うわ、これ難しいな。磁石の羽調子が良さそうだ。お気に入りの場所良さそうじゃないんだけど。なるほど。あ、でも乗ってきた。まあ今日誕生日ですからね。この怪力のせいか、昔から何かと不器用で、大切なものほどすぐに壊してしまうらしいですね。すごく不器用らしいディミトリは。考えを言うじゃないかな。え、やっぱりそうだよね。ディミトリはたしなめられたり、うん、っていうよりは私自分しっかり意見を言った方が喜ぶこのような気がします。さあ見つめてみよう。うわー、やっぱりイケメンですね。何？ あ、先生、なるほど。笑えよ。そうだろうか。からかってんのかな。あ、かわいい。そんな照れてる。あ、やっと笑った。やっと笑ってくれた。いい香りだ。そうだろうか。先生、ちょっと照れた顔かわいいね。ほう、めっちゃイケメンじゃない。誰得な時間でしょう。私得です、ありがとうございます。うわー、イケメン、どういう風に育ったらこんなイケメンが生まれるんだ。イケメンだな君は。先生、うわー、イケメンですね。はい、ありがとうございます。贈り物あるかな。乗馬好きじゃないの。でも全員が喜ぶが一番なんか安牌なような気がするんだけどな。そうだね、じゃあフクロウの羽あげよっか。はい、感謝する。よかったね、いい感じ。じゃあお茶会終了です。うん、終わりですよ。ごちそうさま、楽しい時間を過ごせた。よければまた呼んでほしい。まあお誕生日だからな、楽しんでくれたまえ。それでは今日はこの辺でお疲れ様でした。カンナでした。じゃあの、バイバイ。